まあ、あの全く仕事なんでこんなんやでっていうそんな感じのんで、いやいや、わざなんでね、わざその仕事でやってるからね、はい、そのそうですね、確かに。どうやってやってんのって言われて、いやいや、こんな風にやってるのよって言って、簡単に当然できないけれど、うん、それはもちろん当然できないけれど、はい、それをなんでお前に見せなきゃいけないんだよって、そのお前ごときにって思うわけですよ、俺は。あれ、筆の動かし方って、あれは、何、秘伝なの？え？こう、前言ってたやんか。あー、もう、そんなもん、教えてやれるもんなら教えますけど、っていうか、やるんですか、そんなこと。でも、そう、できないですもんね。いや、基本ね、はい、やりたいと。どうしてもやりたいと、はい、パターンみたいに、どうしてもやりたいと教えてほしい、スタンスで職人って来るわけですよ、はい、弟子入りとかね、ええ、会社入るとか、もう全然なんかやってみようかなみたいな感じなんですもん、やり方が。まあまあ、まではじゃあとりあえずシャッとじゃあようになると思うけどな、じゃあちょっと今のイメージで師匠のそれを横に見ながら行かしてもらいます。もうこの時点で山の角度が全然違ってました。なんかあの3つシュッシュってこうね、もっとこの角度がこっちですもんね。じゃあやり直してください。はい、ちょっといいですか。あ、でもいや、これに足してちょっと練習なので、上のこの一番最初にね、折り合ってた頃はね、はい、その線がね、はい、紙が真っ黒になるまで、あ、線をね、あー、いっぱい書いて、線を引き続けるとだんだん筆に慣れてくるんで、あー、なるほど。だから書けになってきますよ。それ真っ黒になるまでどんどん書いてもらっていいんで、はあ、近寄って、まあ、まあ要はだから、はい、早い話、線ばっかり書いてたらだんだん慣れてくるんで、でその力の入れ加減と抜き加減が難しいですよね。いや、じゃあ一つ、え、もう、じゃあこれを目指して、じゃあ一つだけ、じゃあ最後に書かせて、もうやめんの？いやいや、あの、あれですよ、綺麗なやつに書いていいですか？本番？いやいやいや、持ってやります。でしょ。いやいや、聖書ですか。聖書って言っちゃっていいんですか。練習、まあ、撮ってみましょうか。撮ってみましょう。とりあえずね、とりあえず撮ってみましょう、ね、でもそんな波かきに来たわけじゃないでしょ。でもただ覗きに来ただけでしょ。今からもう、そう、じゃあやります。やります。お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。